安保未公上級3年6月14日は平安時代末期から鎌倉時代前期にかけての武蔵国担当の武将。通称二郎。大阪部進。む。没した年は80歳とも伝えられる。担当家母氏の祖。父は父仏なぶさで、その次男として二郎未公は生まれる。その後、父から武蔵国上軍の安保教の地を譲られ、居住し、 阿保氏を称した。子息は、阿保五郎左衛門上実報、阿保六郎兵三重、阿保七郎左衛門の上実院などで、このうち五郎実報と六郎三重は、研究元年の源の頼朝の呪落時の随病として、アズ鏡に名が確認できる。未公の戦歴は、一の谷の戦い、欧州が戦、上級の乱で、アズ鏡にも確認できる。 上級の乱の時、二郎を酒部進む未公は、老齢の身であったが、北条政子の命で参戦した。未公が属した勢力は、美濃のマ面土で官軍の第一戦を破り、数十名の関東武士と共に京の宇治川へ向かった。そして宇治川の戦いで歴史することとなる。宇治川を渡ろうとする前、塩谷家行と語り合ったとされる。宇行の方も十一歳という老齢の身であり。 巫公と、同様、思い鎧を着たまま荒れ狂う氏側川の激流に流され、溺死した。これらはおいてもなお、武蔵武士の勇ましさを示すこととなる。子孫のその後だが、阿保氏の直系の宗家である、阿保宗真は、鎌倉幕府の滅亡とともに滅び、結果として、巫公の七男の子孫である、阿保三安、つまり、阿保氏の分家筋が宗家を継ぐ形となり、阿保氏は、 鎌倉時代以後も栄えることとなる。ありがとうございます。